テレビアニメスパイ教室アフレコアフタートーク第22回。皆さんこんにちは、ジビア役の遠山奈央です。皆さんこんにちは、エルナ役の水瀬いのりです。はい、うん、この動画はアフレコアフタートークと題して、アフレコの後に出演キャストがアフレコの感想や本編の見どころをお届けしていく動画となっております。はい、今回私たち2人は第22話についてトークをしていきたいと思います。はい、というわけで今回は、私遠山奈央とエルナ役の水瀬いのりちゃんの2人でお送りします。ぜひ最後まで聞いてください。お願いします。いやー、なんかこの台本を読んでるだけでもなんか霞目がそんなアイドリングトークありますっていう文字が多いとね、なおかあらすじを読むんですけど、そう、ちょっと難しい言葉も多いですから、はい、このちょっと私つないどくから一回ねちょっとじゃあやってもらって、振り返りをなおぼうにしてもらえますから、いきます。皆さんよく聞いてくださいね。はい、よ、第22話の内容を振り返っていきましょう。はい、大都市ミータリオの裏で同時多発する戦い、ともしめメンバーたちはそれぞれに活路を見出し、絶体絶命の状況を辛くも打開する、かつては落ちこぼれだった仲間たちの成長ぶりを目の当たりにし勇気づけられるティア、だが蛇のメンバー紫アリの悪辣さと強大さは想定をはるかに上回っていたという内容でした。よく読めました。やった、上手でした。よかった。ちょっと悪辣とかも難しい字入ってたけどね、振り仮名振ってくれてなかったですね。なかった、読めスパイなら読めて当たり前だろうと。よかった、試されている。きっとね、信頼してくれてた、ね、どこかで極上だの声が聞こえるかもしれない。すごい、そのサンプラーみたいにゆめちゃんの声で極上だのスタンプをポンって押してもらえるかもしれない。いいだろう言ってくれる。どこで見てるんだLINE スタンプとか欲しい、ね、あ、確かにめちゃくちゃ使いやすそうね。はい、個性豊かなキャラクターたちではありますが、はい、まあ、結構ピンチだよね。ね、割とどのキャラクターも思う。みんなねチーム戦してますけど、いよいよクライマックスに向かってるなっていうのが、このナオボーが演じるジビアと私が演じるエルナっていうのは、意外とここまでそこまで絡みがなかった、確かに、キャラクターだったから、あの今回2人でこう行動するよということになって、どんな組み合わせになるのかなと思っていたんだけど、想像通りでもあり想像よりもなんかマッチしてた、すごくこう言葉数が多い2人ではないけど、ちゃんとお互いの呼吸というか、が分かってるのかなっていう、なんか相性の良さをちょっと感じましたね。確かに、いい噛み合わせだったね。ね、なんかあの私らいいコンビだなとかって言ってたけど、なんかあのジビアも直情的なタイプではあるから、なんかこうモニカみたいに頭がいい感じでもないし、なんかそれで今日バロンさんとも戦ったけど、あ、そう、すごかった、なんかねやっぱ拳の戦いだったなっていう、ほんとあの瞬間めちゃくちゃなんか少年漫画みたいで、そう、拳と拳でお互いの思いをぶつけ合って、すごくそこに、なんだろう、スパイだから戦い方とかやっぱちょっとこう、まあ、なんだろうな、罠っぽかったりとか、ちょっと駆け引きとかがある試合も多いんだけど、でもこの二人に関しては結構真っ向勝負だったから、いやマジでそうなのよ。あのさ、私がさ、私がってかジビアがこう、ね、二人でパッ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 って走ってって、非常階段のところで、いや違うなって言ってめっちゃかっこいいじゃんってなって、で罠に気づいたのかなとかって思ったけど、ね、ただ単純に非常階段って読めなかったっていう脳筋脳筋そうそう、だからさ、果たしてバロンさんが非常階段にどういう罠を仕掛けてたのかっていうことも分からずじまいで、そうなのよ、なんかバロンさんもバロンさんでちょっとこう不憫というか、ね、かわいそうだよね。そう、なかなかねこう救われなかったのかなと思ってしまうけど、いやこれも宿命という感じで、そうそうそう、だからなんか ね、見てても辛かった。いや辛かった、なんかちょっとリンクする部分もあったじゃん、そのバロンとジビアの、ね、家族みたいなね、そう、守りたいっていう気持ちがゆえの行動であったりとか、でエルナはエルナでこうそれぞれの
こうキャラクターたちお姉ちゃんっぽく見てる部分もあるから、うん、そこでのこうジビアの姉妹やこう兄弟がいるっていう環境と、うん、エルナのこう一人じゃないっていう気持ちもシンクロして、うんうんうん、なんかちょっとこう家族とか姉妹兄弟みたいなところが割とこの話数の中で共通するキャラクターが多かったかなって。確かに、うん、そうなんだよね。なんか結構ジビアもその家族的なところで、うん、そのバロンさんと拳を交えてる時に、うんうん、結構自分語りしてるようなシーンもあったんだけど、うんうんうん、ね、あの台本をね先に読んだ時は、うん、あ、なんかやっぱりすごい情熱的で正義感に燃えるジビアらしい、うんうん、なんかこう語りと拳だなって思いながら、うん、こう台本読んでたんだけど、うん、そのアフレコの V チェックをした時に、うん、意外とねなんかジビアがもう笑ってたの。確かに、そう、なんか吹っ切れてるというか、そう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 、ね、それはなんか結構そのスパイ教室の序盤の時のジビアの音番会とは違うなって思って、うん、意外だなって思ったけど、うん、あ、なんかこのね今のメンバーが家族みたいに大切に、うん、確かに思えてきて、その過去をしっかり受け止めているんだなっていうのがねすごく感じられて、そこは結構ね驚き。22話まで来るとそういう成長というか、うん、最初にねこう集められた時はやっぱりちょっと落ちこぼれであったりとか、うん、誰かしら必ず心の中にちょっとしたこう引け目とか、うんうん、なんか負い目みたいなの感じてたけど、うん、ここが私たちの居場所なんだっていうのを受け止めて、うんうんうん、なんか前に進むっていうのはすごいこう一緒にみんなで任務をこなしてきたからこそ、うん、なんかこの灯火メンバーが家族になるっていうのはなんかちょっと見えてきてる、すごくいびつだけど特別な、うん、そうだね、うんうん、感じだなってすごく今日もアフレコしてて思いました。思った。だからあとはティアだけだよね、うん、そう、うん、救いたい、乗り越えてほしい。いや本当に、うん、なんか結構ティアってなんだろうな、余裕で、うん、割とこうみんなをたぶらかすようなお姉さんキャラかと思っていたら、うんうん、ここまで自分自身が翻弄されたり、そうだね、苦難にこうぶち当たるんだっていうのがまた一つギャップで、うん、すごい、かたやこう不幸不幸言ってるエルナは意外とギャグ要因だったりとかその辺もすごいこう、なんだろう、騙されるというか、うん、ギャップがね、うん、私も思ったティアは余裕たっぷりのお姉さんなのかなって思ったけど、結構クッていうね、そう、意外と一人じゃダメだこの子、そうなの、助けてあげなきゃって思ってたら、うん、今回22話、うん、ラストに、ね、またとんでもないことが起きちゃって、どうすんの、一難去ってまた一難とはそのこと、ね、いや、まさかローランドさんが特別って言ってたのか、そっちかってなってね、いやいや、やっちまった、いや、これどうなるのっていう終わりだったし、やっぱこれを乗り越えた先に何が待ってるのかというね、いや絶対強くなれるから、うん、うん、いや、本当22話まで来たので、うん、物語的にも割とね、うん、もうちょっとテレビアニメシリーズゴールも見え始めているような展開ですから、はい、来週以降もね、はい、絶対これ次のアフタートークはティアかな予想してみる。いやでもお楽しみは最後の方まで分かんないけどね、ちょっと心境聞きたいけどね。確かに、ね、いやでもその最終回迎えるまでに、うん、なんかスミペの口から聞きたいよね、ティアの話をね、聞きたい、はい、なのでちょっと皆さん最後まで固唾を飲んで、うん、手に汗握ってご覧いただきたいと思います。はい、ぜひぜひオンエアついてきてください。はい、というわけでアフレコアフタートーク第22回はここまで。アフレコアフタートークでは今回のようにアニメ放送後に毎週アフレコの感想をお届けしていきますよ。はい、ぜひぜひアニメと合わせてお楽しみください。次々と襲いかかる紫槍の刺客たち、灯火メンバーは生き残ることができるのか、そしてティアはこの危機的状況を打破できるのか、次回もお楽しみに。お相手はジビア役の遠山直人、エルナ役水瀬祈りでした。バイバーイ。